まあ、本来はそのスライダーの動きでちょっと体をのけぞらせたいんでしょうけども、はい、全くそういう軸がぶれないんで。そうなんですよね、まあ、アウトコースにきっちりスライダーを投げられたら、はい、打てないかもわかんないんですけども、これはどんな左バッターでもなかなか打てるもんじゃないんですよね、うん、だからそれ以外のボールには対処してますよね。先ほどは右中間を破るツーベース。一塁三塁です。これ外野の守備位置見てるとライトの松井和夫が右中間より、はい、センターの聖沢が左中間より、そうです、ね、全体的にちょっと左側に寄りながら、はい、そうですね、ライトがかなりねセンター方向に行ってますね。打球は右中間だ、関係なく伸びているスタンドまで行った。初球を捉えました。スリーランホームラン、昨日2本、今日1本、そして勝ち越しのスリーランが出ました。森友哉、恐るべしです。外野の守備位置なんて関係なかったですね。全然ですね、変わりっぱなの初球を捉えました、はい、もう高めのボールを待ってたかのようにね、スムーズにバットが出てきましたね。楽天サイドからすると一番痛い状況になりました、はい、そうですよね、わざわざ敬遠して左ピッチャーをぶつけての勝負ですからね、はい、